名倉です。今日はですね、人間関係をうまくいかせるコツみたいな話をしたいなというふうに思います。俺はですね、もともと編集者なんですね。今もちょっと本とね、関わったプロデュースとかもしてますけれども、もともとはもう本当に10年間、がっつりですね、出版社の編集者っていうのをずっとやってて、そのおかげでね、そこで1000万部ぐらいの数字を出したから、今、結構いろんなね、仕事に関わらせてもらってるわけですけれども、じゃあ、何がね、一番俺にとって財産だったかっていうと、未だにね、付き合ってる著者の人たちがたくさんいるってことです。っていうことはどういうことかっていうと、もう10年以上一緒に関わってる著者の人たちがたくさんいるってことなんですね。だからよく、聞かれるのは、どうやったらね、そうやってうまくいくんですかみたいな、そうやってこう長い間いい人間関係を築き上げることができるんですかっていう話をよく、聞かれるわけですけども、そんな話をね、したいなというふうに思います。で、もうこの人間関係ってね、本当に永遠のテーマだと思うんだよ。ほとんどの人のね、悩みの大半は人間関係って言われてるぐらい。実際、話し方の本とか、コミュニケーション系の本っていうのは、いつもベストセラーになってるぐらい、このジャンル、ね、この本のジャンルにおいても、やっぱり人間関係ってみんな悩んでるんだな、というふうに思うんだけど、コツって、もし何があるかっていうと、もう単純、他人と自分は分かり合えないんだっていうことを大前提で生きなきゃいけないってこと。よくさ、価値観が違ったから離婚しますみたいな、よく、芸能人とかの会見みたいなのあると思うけど、価値観が同じ人間なんてこの世に一人もいないんだよね。そこを本当に分かってもらいたいなというふうに思います。じゃあなんで価値観が同じ人間が一人もいないかっていうと、だって生まれてきたね、場所も違うし、環境も違う、得た情報も違う。っていうことを考えたら、当たり前だけど価値観が一緒になんかなるわけないじゃん。そうだよね。だって生まれてきた環境が全く違うわけでしょ。人によってもう年も違って性別も違って場所も違ってって言ったらさ、もう全くね、同じ価値観なんてもう絶対に持つことはできない。だからこの世に同じ価値観の人間なんて一人もいないって思った方がいいんだよね。わかる？だから本当にまずそれを大前提として理解しなきゃいけない。でさらにもう一個突っ込んだこと言うと、同じ世界を見てる人すらいないってことなんだよ。要するに俺たちっていうのは、この俺たちの脳っていうのはね、過去のいろんな情報、過去の自分の中に入ってる情報の結果、自分の中のね、フィルターができる。自分のフィルターができる。その自分のフィルターができた結果、そのフィルターを通してこの世界を見てるわけだから、何が起きるかっていうと、もう人それぞれ見えてるものも違うわけよ。もうだとしたらさ、もう分かり合うなんていうのはもう絶対無理。分かってくれないからイラつくとか、なんで分からないのみたいな話をすると思うんだけど、よく当たり前すぎる、そんなのは無理なのね。だから大前提として、もう理解なんかできないよっていう前提で生きなきゃいけないんだよ。なのに多くの人がね、自分のことを分かってくれないとか、価値観が違うからどうのこうのとかね、言う人いますが、これはもうそもそも言ってることがおかしいんだよね、っていうのが、まず一個かな、やっぱり多くの人がやっぱそこに何の疑問も持たず生きてるってことが重要、それに気づくことが重要ってことね。でもう一個、マーケティングとか、じゃあ仕事をやる上でね、何が重要かっていうと、それぞれ見えてる世界も違うし、価値観も違うと。その中で、じゃあどうやってにいい人間関係を築くかっていうと、やっぱり目標だよね。共通の目標を持つってこと。要するに、共通の目標、要するに、向かう方向は一緒っていうこと。向いてる方向が一緒にするってこと。これが超重要だよね。例えば本だったら、俺が編集者時代だったら、ベストセラーを作れとか。っていう、そういうね、向いてる方向が一緒ってこと。だから要するに分かり合おうとかしてる人たちって向かい合ってんだよね。向かい合うんじゃなくて、同じ方向を向く。これを心がけてほしいなというふうに思うわけ。で、どんなにそれぞれが違う価値観を持ってて、それぞれがどんなに違う、ものを見てたとしても、目標が、例えばじゃあ、100万部売ることっていう目標だとしたら、それは誰にとってもある程度同じ数字があるものね。だからここで重要なのはね、その同じ方向に向くって言っても、それが曖昧なものじゃいけないわけ。だってそれは何でかっていうと、曖昧なものだと、その人によって、じゃあ幸せになろうっていう方向性だと何がやばいかっていうと、その幸せってものが人によって違うからね。だからこれはもう無理があるわけ。じゃなくて、その目標を100万部とか
わかんない1億円とか、なんかそういうもう誰の目にも明らかな、誰でとっても同じものになるようなものにしなきゃいけないっていうこと、うん、でもしそれがない場合は、じゃあ幸せでも何でもいいよ、幸せでも何でもいいし、まあ好きなことで生きようでも何でもいいんだけど、その同じ目的、同じ目的のその幸せなら幸せって言葉をちゃんと定義しなきゃいけないってこと、うん、ちゃんともの定義した上で同じ方向に向かっていく、まあこれをまあ実践してってもらいたいなというふうに思うわけ。だから人間関係うまくいかせるために必要なのは分かり合うことでもない、同じ方向を向くってこと、そしてその同じ方向っていうのはちゃんと定義されたもの、数字だったりとかね、ね、数字だったらまあ定量のものだよね、がちゃんとあるとか、あとは概念コンセプトだとしたらそれの定義をきっちり決めるってこと、ね、これが超重要ですよってこと。まあこれはなんかまあ当たり前のように聞こえるかもしれないけど、そうやって人間関係を見なきゃダメ、うん、なんか分かってもらえないっていうのはもう大前提だし、もうね、もっとね俺言いたいのは、なんかよく分かったふり、分かったような口を聞いてくるやつがいるわけじゃない、なんかね、うん、なんかこういうふうにこういうことをした方がいいですよとかさ、わかんないけど、長倉さんはねこういうタイプだからこういうことをした方がいいとか、もし言ってくる人がいたとしたら、なめんなと、そんなね人のことをわかるなんて思うのはそれ以上の、そんな傲慢なことないでしょと、人の気持ちがわかるなんていうやつがもしいるとしたらそんな傲慢な話はないわけだよ、ね、人っていうのはいろいろ傷ついたりとか人には言えない秘密があったりとか、なんかそういう中で生きてきてるわけじゃん。そうだよね、辛い、本当に辛いことなんて人に言えないよ普通、ね、そうやって生きてきてるわけじゃん、うん、それをなんかね軽率にお前、ね、あなたのことが分かるとかあなたの気持ちが分かるとかっていうやつは本当に傲慢以外の何ものでもないし、まあ、そういう人ほどね多分人間関係うまくいってないんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今日はまあ元ね編集者が教える人間関係をうまくいかせるコツみたいな話をさせてもらいました。今後もですね LINE でどんどんねいろんな情報を流していきたいなと思いますし、この LINE に登録するとプレゼントがもらえますんで、ぜひ登録してもらいたいなと思います。ということで、長倉でした。